はい、皆さんこんばんは。今回も始まりました、リバイン TV 司会の岡田です。よろしくお願いします。解説の木戸です。よろしくお願いします。さあ、というわけでね、はい、今回、まあ、2週間ぶりがだんだんね、はい、あの毎週やりだしたの終わって次がこれでいいかいか。まあそうですね。そうですね。はい、まあやっとちょっと体が2週間刻みになってきたかなと。はい、俺まだですね。あ、そう。はい。あ、すっげえ時間空いたと思って。いや、今日その台本を整理してて、うん、まあね、今日やる内容を整理してて、うん、そしたら紹介するものが多いじゃないですか。いやー、まあでもね、はい、あ、確かに。でも、あれだ、俺毎週、あれだ、メルマガ書いてるから。あー、なるほど。はい、この先週、全く入荷なかったって見てるわけですよ。はい、はい、はい。だから先週もしリオン TV やってたら、はい、何も紹介するもなかった。なるほど。その次の今回この2週間の2週間、はい、この2週間ものすごい入荷があって、はい、もうなんか2週間ぐらい前、まあ、メルマガ毎週見てもらってる方知ってるんですけど、はい、2、3週間前、あの、まあ、ニューアイテムとかいうところなんですね。はい、まあ、大体4から8機種ピックアップするんですけど、はい、あの何も入荷してなさすぎて、はい、ピックアップできなかったんです。はい、はい、ニューアイテムって何にもなくってまして、はい、でまあもうすごい困ったんで、はい、あのおすすめアイテムみたいな感じで、はい、新しいコーナーが急遽新しいコーナーを作り、はい、そしたらその次の週8個絞るのが大変なぐらい入ってきて、そうですね、はい、バランスと思いながら平均的に入れてくれと、そうですね、はい、っていう感じなんですが、まあなんとかね、はい、はい、なんで今回2週間分ものすごい量、はい、ちょっと ね、あのモリモリあって ね、うん、そうですね、最後の確かに、そうですね、はい、じゃあまずは告知からいきたいなと思います、はい、現在開催中のキャンペーンですね、はい、C3 のオリジナル iPhone ケースプレゼント、はい、こちらがもう締め切り間近ですね。そうですね、14日の24時までとなっているので、はい、でも金曜日までそうですね、はい、2日だけです、ね、はい、そうか、 C3 のヨーヨーを買ってもらった方全員が対象になりますので、そうですね、はい、もうね、あの、まあ、分かりますよ皆さん、レベル6ないんです。分かります、そうですね、はい、レベル6はないんです、はい、で、あの14日まで来ません、はい、はい、それは間違いないです、はい、はい、で、まあ、スピードホリックなら、なんとか、はい、そうですね、スピードホリックなり、今のところブルー以外はあるのかな。ブルー以外は、まあ、はい、ブルーも絶版なんで ね、 そうですね、どうしようもないですが、まあ、でもレッ、はい、一発目の色ですね、はい、レッドとかはもうないです、あとちょっとなんですよ、はい、はい、でクリアカラーももうナンバー1はほぼない状態なんで、はい、はい、もうちょっとね気になるカラーがある方は、特にレッドなんかはね、はい、次1回絶版には確実になるんで、はい、はい、なんでまあ気になってる方はぜひね、あの今のうちにゲットしてもらいたいなと思います。はい、他にもねクラウンとか、クラウンとかありますね、はい、クラウンとかあります、ね。そうですね、はい。はい。他にもクラウンとかあるんでね。そうですね。いっぱいクラウンもあるんで。そうですね。はい。リテクアッションバフィルとかもあるんで。はい。ぜひ、気になる方はよろしくお願いします。はい。そしてですね、あの、現在全員プレゼントは毎月のイベントになってきましたね。はい。ステッカーのプレゼントキャンペーンですね。はい、そうですね。ですが、はい、今月は、シャッターと、こちらですね。はい。ヨーヨーファクトリーのロゴのステッカーですね。そうですね。はい。ジェイテル選手がバーンと映ってますけども。そうですね。はい。こちらの方がね、今、まあ、うん、この、まあ、今までバーンってやってきて、そろそろ集めて、揃ってきて、見た目が面白くなってきてるんだなと。そうです。なんだかんだ、もう10枚弱。はい、出てるのかな。そうですね、うん、はい、もう最初からバーって集めて、まあ、それこそなんか何かしら貼ってる方もいると思いますし、このままされてる方になっていると思いますけど、 そうですね、そろそろコレクション感が出てきたんですね、ほどほどにね、はい、集まってきたかなとは思いますね。そうですね、はい、これしかもシャッターもですね、はい、まあ、もう直接こう何種類かバーって作って、はい、ジェンテル選手にどれがいいって聞いて、はい、これって言われたやつ。そうですよね、はい、はい、なんで、まあ、ファクトリーのロゴのやつもファクトリーに直接どんな感じでいいみたいな感じで聞いて作ったやつなんで、そうです、ね、勝手に作ってるわけじゃないんですよね。そうです、ちゃんと、まあ、あのメーカーさんと一致して、はいはい、作ってるものなんで、はい、はい、まあ、ここも欲しいと言っていいんじゃないでしょうかと、はい、いうものなので、ぜひね、こちらの方も集めていただきたいなと。毎月ね、メーカーから変わっていくんで、好きなメーカーがあるときに買っておいてもらわないと。そうですね、っていう形になりますね。しかもあの2月はちょっと短いんでね。あ、そうか、28までしかないから、はい、そう、28までしかないなるほど、はい、ね、こちらは本当にお早めっていう感じです。はい、よろしくお願いします。はい、そしてですね、現在実はちょっとツイートを忘れちゃったんですが、はい、はい、現在もう開始してます、はい、DYYC 予想キャンペーン、はい、はい、今年も始まりました。これ行事ですね、もう。そうですね、はい、はい、でも予想キャンペーン自体は結構久しぶり。そうですね、はい、まあ、毎年そうなんですけど、そうか、全米終わったらもう終わっちゃうんだよ、一回。そうですね、はい、しばらく間になっちゃうんですよね、はい、9月ぐらいからバーッと間になっちゃって。そうですね、で、EYYC が終わったぐらいから、はい、まあ
まあ、ちょっとパラッと全国大会が入ったり、はい。はい。まあ、AP が入って、世界が入ってっていうのがもう毎月ペースぐらいでバーッと来て、そういう感じなんですよね。はい。はい。なんで結構ね、僕たちも毎回キャリーオーバーあったっけからさ、ね、そうですね。はい。一回もちろん、あ、そういえばこんだけ豪華だったわ。そう、なりつつ。はい。って感じになってるんでね、はい。はい。今回もね、ちょっと景品自体はまだね、はい。いろいろ考えてたわけですが、はい。まあ、言わしい。特に最近って言ったらですけど、はい、やっぱり去年、ヨーロッパチャンピオンだったヤノス選手が、はい、世界大会優勝したこともあって、そうですね、もう今ヨーロッパに対する注目は結構すごいですよ。そうですね。はい、本当に皆さん多分2年ぐらい前、この EYYC 予想キャンペーンが始まったばっかりですよね。はい、はほとんどの選手のことを知らなかったと思うんですよ。そうですね。でも最近は結構ね、ロシアの大会のビデオが上がってきて、はい、みんなでシェアしたりとか、はい、いろいろあったりするんで、はい、割とね、皆さん興味も湧いてきてるんじゃないかな。そうですね、はい、思いますね、はい、なんでね、ぜひね、今回 EYYC 予想キャンペーン予想しがいが来てると思う、はい、できてますと思うんで、はい、ぜひ予想していただきたいなと思います。はい、はい、そしてはい、あ、そうですね、週末なんとウエストジャパンエルコンテストがついて、はい、そうなんです、はい、始まってしまいます。はい、はい、3日後土曜日、そう、はい、もう3日後ですね。そうですね、はい、岡田さんが出場してますんで、はい、出るんでね、はい、はい、まあね、毎年ね、はい、毎年ね、はい、まあ、思う人思うと思うんですけど、はい、大会当日とか、はい、まあ、その周辺ぐらいになると、はい、なんで出たんだろうと思うんですよね。なんかちょっと後悔に近い思いが、こんな緊張するのになんで俺出場したんだろう。そうですね、はい、もう JN からでよかったやんっていう。でもそしたら JN になった時に、うん、なんで今俺ここにいるんだろうって俺結構思いますよ。まあまあ、分からない。なんで俺こんな辛い思いしてるんだろうって思って。なんでこんなきつい思いをしながら俺はここでいるんだろう。そうですね。早く帰りたいって思う。そうですね。生き死なに早く帰りたいと思います。そうですね。なんで出たんだって、じゃあって言われるんですけどね。そう。はい、なんで違うんだよ。その時出たいんだよ。分かるだろう。はい、そう。うん、じゃあ瞬間が一番テンション高いで。そう。死ぬぞみたいな。そうです、ね。どっちか大会終わった瞬間がね、来年の大会俺頑張るぞって思ってる。ああ、分かります、分かります。はい。そっからもうモチベーション落ちる一方です。そうやってもう終わった瞬間はね、もうここから1年かけてこの戦国戦のためにこの作るんだって言ってたら、そうそうそう、いつの間にかギャップあと2ヶ月しかないんですよ。そう、あるある。だからね、大会終わった瞬間って、はい、ああ、もうこの時にこの大会のために、はい、この系統の技を練習してれば、はい、俺はこのプリントここでもっといいこれができたはずなんだ、はい、だから今年1年はこのトリックを集中的に練習しようと思うんですけど、はいはい、あんま変わってないわかります。全然違うジャンルがすごいいろいろできるようになってたと思うのに、はいはい、なんかそのうわこの新口でこれ頑張ろうと思ってたジャンルは意外と伸びてない。そうですね、わかります。ちょいちょいあるんですよね、はい、でもちゃんと思い立った瞬間からずっと練習しなきゃダメなんですよね。そうですよね。まあもちろんね、逆にこういうのを本当に1年間ザーってやってる人もいると思うんですよ。そうです、選手によっては、はい、もう終わった時に、はい、あ、今回俺足りなかったこれだ、だからこの1年間マジでやろうって言って月の年、はい、本当にそれが伸びてるっていう選手も、はい、やっぱり話にね、ですね、もうそこでヤノス選手とか、ね、そこでヨーロッパ大会、世界大会まで半年じゃあるわけですよ。そうですね、やっぱその、はい、もう本当に多分1年通してね、ヨーロッパ大会に向けて、世界大会に向けてって努力した1年頑張った人が、まあ、その年の一番世界大会に勝つのかなとは思ったりはするので、はい、まあ、頑張りたいですね。そうですね。はい。頑張りたいと思います。はい。まあでも、そして、物販はい、ここね、そうですね、今回 MS ジャパンで、はい、リバイトを出展させていただきますので、はい。はい、その時に、まあ、受け取りとかを、はい、はい、できるようにしました。そうです、ね、まあしましたっていうのもおかしいですけど、はい、まあ、はい、つい今日告知をしたんですけども、そうですね、はい、ご注文いただいてですね、リュエンドの注文の中に岩倉オフライン店受け取りとかがあるんですね。そうですね、はい、でそこのところをチェックしてもらったら送料無料になりますので、はい、でそこでコメントとかに、はい、ウエストジャパンを受け取り気分ですね、そうですね、はい、書いておいてもらえればウエストジャパン持ってきますんで、はい、でそこでまあ購入していただくお金のお支払いそっちでもいいですし、はい、先にクレジットとかで銀行振りとかでお支払いいただいても OK です。そうですね、はい、と、はい、いうことができますんで、ぜひね、ご利用いただければなと、まあ、もちろんね、できるだけこう旬なアイテムとかを持っていきたいなと思ってはいるんですが、はい、まあ、いかんせん、在庫数がなくって持っていけないものもあるわけですよ、はい、そうです、はい、残り、まあ、1個とかしかなかったら、はい、物販持ってってるアイテム売り切れちゃうかもしれない、だから持っていけないとか、はいはい、たまたまその直前に売り切れちゃって、結局持っていけなかったとか、はい、そういうパターンもあるんですよ、はい、なんで、もう気になるアイテムがあって、ウエストジャパンの時に欲しいと思ったら、ぜひね、はい、注文しておいてもらえた方が。今のうちに確保するぐらいのつもりでね、そうですね、とてもいいですね、はい、持ってこなかったんですかって毎回言われますからね。そうですね、はい、しかもそういう時に限ってあれ超メジャーじゃないですかってクソマイナーなメーカー言われたりしますから、そうですね、はい、もしかすいませんとしか言えないみたいな、言えないですけど、はいはい、まあ、本当に欲しいよりは確実に欲しいんだったら、そうですね、やっぱりね、はい、実際に買っておいてもらってから、そうですね、はい、はい、安心できると思うんで、まあ、間違いですね、よろしくお願いします、はい、
さあ、そしてですね、はい、先日ですね、はい、ヨーヨーファクトリーのデッドストックが出てきましたです、ね。はい。まあ、出てきたっていうよりはね、はい、まあ、ある場所からこっそり持ってきたんですが、はい。はい、はい、もう、あれってね、やっぱね、はい、多分、ショッパーラルなんか知らないですけど、はい、デッドストックって見つけてちょっとテンション上がるんですよね。そうですね。はい、うわ、これがあるみたいなね。はい。ネオンコレクションはテンション上がったもん。ネオンコレクションやばいですよね。はい。もう、あっという間に売り切れましたけど。はい。はい、もう一瞬でしたね。そうですね。はい。ループ900のネオンピンク、ネオンオレンジ一瞬になくなりましたし。なんか告知する前からなくなりだしたやつから、ね。ノーススターは告知前になくなりました。はい、見られるんですね。準備してる途中に。はい。もう本当、どんなたまたまやねんっていうタイミングで買っていかれましたね。そうですね。だって、はい、うちで販売終了に移って、結構日が長いんですよ、はい、ノーススターは。そうですね。はい。そんなたまたま見ることあるって言う。そうなんですよね。そんなたまたま見つけたん自分すごいなみたいな感じはありました。もしかしたらそういう入荷だったってこと知らずに買ってる可能性ありますから、ね。あ、そうですね。あんじゃんって思って、あ、はい、あんじゃんって買ってるパターン。そうですね。はい。そしたらもちろんそうですね。というね、こともありますよね。まず、チェックメイト。まあ、新しいチェックメイト、今度、この後紹介するんですが、はい。じゃなくて、チェックメイト 4VK の方。4VK。4VK の方の、ジャパンモデルとかが出てきてね。はい。はい。うわ、すごい。あの赤いやつですね。ですね。はい。で、あとスーパーノヴァとかジェネシス、USA メイド。はい。もうこの辺はね、今となってはもうレアですよ。そうですね。スーパーノヴァの方はちょっとまだ、もう品切れになってるんですよ。そうなんですよ。売り切れちゃったんですよ。ジェネスの方はね。そうですね。はい、まだあるんで。ジェネス、このカラー、懐かしい。そう、懐かしいよね。はい。ほんと、この淡い感じがしてほしい。ほんと4年前からずっとある機種なんでね。ちょっと懐かしくて、ほっこりした感じになりました。で、でも、結構だから、ほぼ全部懐かしい機種なんですよ。そうですね。はい。なるんで、まあもう気になってる方はね、はい、ほんとラストチャンスだと思うんでゲットする。はい、はい、そうですね。よろしくお願いします。はい、というわけで。さあ、それでは、新商品紹介の方に行きたいなと思います。はい、はい。今日は新商品紹介の方が最初に行くわけですね。そうですね。はい。それでは、まずですね、じゃあちょっとパーツの方から見てみましょうかね。はい。はい。もうね、昨日入荷して、はい、話題となっているものもいっぱいあります。はい。で、今回は先にこちらから紹介させていただきます。はい。はい。ヨーヨージョーカーさん。お、来ましたね。はい、ヨーヨージョーカーさんいきなりですよ。はい。こちら、じゃーん。新しいレスポンスリーダー各種入荷しました。ね、はい。ものすごい種類が増えましたね。はい。はい、しかも結構個性豊かなレスポンスリーダーとかいっぱい入ってます。ああ、なるほど。はい、はい。まずサイズ D の、お、はい、ものが入ってきまして、はい。実はサイズ D 今まで空張りあんまなかったんですよね。そうですね。はい。ピンクだけとしかしなかったんで、はい。もう最近ね、注目あるけど、サイズ D ベアリング、ね。はい。はい。で、そうですね。はい。で、しかもそのサイズ D のオーストリング。お、オーストリングが入ってきまして。サイズ D のまずそもそもオーストリングのヨーヨーっていうのが、まだ市場は珍しいんですかね、はい、そうですね、はい。はい。基本的にはサイズ A のものか C のものなんです。そうですね。はい。D のものって、本当にそれこそ、あ、多分ヘンリーさんとか。あとあれですね、ターボフライが片面 D。ああ、そうですね。はい。はい、そうですね。本当にすごい数は少なくて、ね、市場的に全然メジャーじゃないんですけど。ね、まあでも、言ってしまえば、はい、C 寄りの、あ、違う、A 寄りのベアリングになる。C と A の間の A 寄りぐらい。はい、そういうフィーリングになりやすい。そうですね。はい。やっぱりK 自体が、大きさ自体が、まあサイズ A と近いので、回転の粘り強さというかね、回転の強さ自体が、はい、はい、かなり高いと思いますので、そうですね。はい。そこを味わってもっと楽しんじゃないかなと思います。はい、そして、もう一つ入ったのがですね、はい、サイズ C の、はい、リングの、はい、ワイド&ローエッジ。はい。はい。まあちょっと長いですが。長いですが、はい、まあ、ヨーヨープレイヤーならピンとくるでしょう。まあそうですね。ワイド&ローエッジ、はい。もうすごい簡単です。写真でも載せておりますが、はい。そうですね、はい。はい、こちらが従来のリングのレスポンスリートですね。そうですね。はい。で、こっちがそのワイド&ローエッジタイプ。はい。こうやって乗せてみると、もう結構ガッツリ幅が違うんですよ。まあまあ、幅違うよね。そうですね。はい。これ決して指で操作してるわけじゃなくて、本当に大違いがあるんですよ。はい。もうパッと見で2、3ミリ差があるんですよね。そうですね。結構はっきり違いますね。そうですね。はい。で、エッジもですね、こうやって上から見る限り、1ミリ以上エッジが低くなってるっぽいですよね。結構、はい。もうベアリングじゃないよ。パッとギリギリまで一応としたんですよね。はい、そうですね。はい。もうがっつり変えてきてまして。うん、でもやっぱこんだけね、幅が違ったりとか、うん、エッジが違ったりすると、うん、だいぶね、そのヨーヨー自体も変わってくるんですね。まあ、そうですね、はい。はい。もう単純に幅が広いっていうね、うん、ヨーヨーが欲しいって人にもちょうどいいと思いますし、ですね、はい。フィーリングの変化楽しむっていう意味で、すごいカスタマイズ性が広がったというか。そうですね。はい。はい、だいぶ変わると思います。
そうですね、はい、やっぱりそのカスタマイズの楽しさっていうのは EX シリーズの楽しみではあるので、はい、まあ、もちろんこういったレスポンスリーともちろん、ね、サイズ D につけられてもらったのでよし、はい、これがパーセプターなんですけど、はい、すでに幅広のものさらに幅広にしちゃってるんですよ、そうですね、はい、これはこれで面白いんですよ、そうですね、はい、それではもうちょっと幅広いっていうね、したらエクシードとか広げたいんだったらエクシード広げてもらってもいいですし、本音伝え方は自由です、そうですね、はい、そんだけ幅の広さって意味でやっぱりこうやってバリエーションが増えていくと、もうこうこうやってもう倍々に増えていく、最初の方はなんか 2,3 パーツしかないのが、はい、1パーツ増えるごとに全部との組み合わせが可能になるので、はい、そうですね、無限大に増えていくってことですよ、そうですね、はい、それこそ今すでにエクシットとパーセプター持ってる人はこれで4つの用を持ってるぐらいの感覚で選べるわけですよ、確かに、はい、そのぐらいやっぱ面白いんですよね、はい、はい、で、まあ、もちろんこれしかもルミナスリングウェイでもつきますし、はい、ロッククレストの柄も変わりますし、はい、はい、本当にもういろんなパターンで、ね、エクシリーズ試せるようになってきましたので、はいはい、かなり今買い得じゃないかな、そうですね、はい、そしてそして EX シリーズはボディの方もね、はいはい、今回オルタナティブが新たに中にしました、オルタナティブホワイトですね、はい、で、まあ結構長い間品切れだったんですけども、はい、オルタナティブのワイド 4A のねセットの方もね、はい、再入荷しました、はい、で何気にですねこちらのねパープルが入ったもの、はいはい、パープルのロックレスが入ったものこちらは何気に新色でございます、はいはい、だから 4A タイプね引き戻しでも使えたりとか、はいはい、まあ、引き戻しでパフォーマンスに使うっていうね、そうですね、パフォーマンスにいい大きさですからね、そうですね、はちょっと、まあ、結構大きい、ちょっとどころじゃないです、結構大きめのオーバーサイズよりは大きいですからね、そうですよ、62ですよ ね、はい、かなり大きいので、まあ、62ピンとこない方はぜひ握ってみてください、そうです、ね、明らかに自分の持っている普通のサイズのようとは違います、うん、そうですね、なんか小さいオフストようだと思ってもらった方がそうです、フィーリング近い、そうですね、はい、でこれが実際その小さいオフスト用用として、はい、セッティングされている、まあ、すでにパーツが用意されているものとなっております、はいはい、でもこれかなり実際動かしてみると特にワンエプレイヤーの方機動力にびっくりすると思います、ああなるほど、確かに、はいはい、やっぱ小さめのオフストリング用はそのまま機動力の武器になります、はいはいはい、でかなり 1A の例えばボヨンボヨンですね、はいはいはい、代表的なものはボヨンボヨンとかが結構 1A に近いフィーリングで動かせるんですよ、なるほど、確かにね、はい、はい、僕は結構まあ普通のサイズのオフストリングだと、うん、ボヨンボヨンを等速に動かすのは難しかったですよ、あなるほど、なんか時々ガコンガコンってやったりする、はいはいはい、ただ 1A に近いものだとそのままのフィーリングで使えたりするので、はい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 、結構シャクシャクそのまま等速で動かせるんですよ、なるほど、ね、それ気持ちがいいですよ、はい、なるほど、結構オフストプレイヤーにも新しい発見だと思いますし、ワンエプレイヤーのね、意外な、まあ、オフストに入るきっかけになるんじゃないかと思います。確かに。はい。はい。そんな感じで、いっぱいカスタマイズパーツ買ってきました。あと、はい、結構なかったものもね、再入荷してます。あ、そうですね。はい。ぜひそっちのもチェックしてください。はい、チェックしてください。欲しかったものがあるかもしれません。はい。さあ、続きましては、こちら行きましょうかね。はい。今日は、お、はい、いろんなところからありますね。はい。ヨーヨーじゃん。はい。はい。まずはこちら、はい、クラシックの新色、はい、クラシックこれ新色どれも結構人気でね、はい、人気ですね、はい、出て数もう一日でなくなっちゃったカラーとかあります、そうですね、はい、パープル入ったやつがすぐなくなっちゃったんですけど、まだちょっとこちらグリーンブラック、グリーンブラックですか、ブルーグリーンですね、はい、ブルーですね、はい、そちらはまだありますんで、はい、たださっき棚見てねこれもちろん出してきたんですけど、はい、そちらもすでに数が少ないですなるほど、本当にもう数個とかしかないんで、はい、はい、まあ本当にプラの大定番っていう過言ではないので、はいはい、なんか結構店頭に来られて友達とかで来られるというか、ああ、なるほど、どんなの選ばばいいの、ああクラシックとかにしたきゃいいんじゃないみたいな、ああその空気ありますね、はい、はい、もう店員として、ああそれ以上言うことは僕はありません、ね、好きな色あるのに関するそれで終わりですっていう感じのくらいおすすめのワイドです、はい、はい、でですねこちらもう一つ新色のヨーヨー、じゃあ来ましたね、レクストリームの2の、はい、2、はい、はい、これかっこいいですね、このヨーヨー、これ色綺麗ですね、そうですね、はい、このこれがどのくらい綺麗な色かっていうと、はい、もうすごい個人的にはツボにはまった、おう、まあ、話というか、まあ、自分にまつわる話なんですけど、おう、なるほど、はい、よくねこのシグネチャーの岩倉さんとね、はい、近所なので、はい、練習することがなくでしたね、はい、で、まあ、ついこの間ね、はい、この新しい色のレクストリームを持ってきて練習したんですけど、はいはいはい、いやー、この色、いいと思わないって、その日に5回くらい聞かれました。そうですね。はい、毎回すぐ言われましたね。はい、やっぱり言われますよ。言われましたね。はい。はい、めっちゃ気に入ってるんやなと。そんなに気が、はい、俺さっきからすごいいいって言ってるじゃないですか、ね、ずっといいですかって言ってるのに、何回でも聞いてください。はい。愛してやまないやな、そう。よっぽど良かったんやなと。そうですね。はい。でも結構明るい系の色なんで、これが大会シーズンですよ。はい、あ、そうですね。あ、マクダ目立つカラーです。はい。はい、ぜひこちらを選びいただけたらなと思います。ね、まあね、このエクストリームまつわるということで、クリップビデオね。はい。はい。そうだそうだ、こちらで告知なかったんですかね。まだここでは告知しないと思います。はい。はい、そう。こちらのレクストリームシグネチャー、はい、岩倉レイさんの PV を、
ついにね、リワインドから公開しまして、はい。はい。そちらがですね、もう大好評で。いや、もうすごかったね。あの、ビューの伸び方やばかった。やばいですね。はい、今はもう3500再生ぐらいしてるんですけど、あ、なるほど、はい。あの、その、このペース、多分あの、歴代1位ぐらいの。歴代1位感はあるよね。リワインドのすべての伸びひっくるめて歴代1位ぐらいの伸び方をしてます。伸び方やばかったね。はい。しかもですね、あの、YouTube って、あの、ユーザーさんがね、あの、高評価がつけるんですよ。あ、はいはい、いいと思ったビデオには高評価がつけるんですけど、はい、その高評価の数は、その再生数自体はまだ1位じゃないんですが、なるほど、はい、高評価はすでに1位です。あ、マジで？すごいな。はい、あの100を超えまして、はいはいはい、リワインドのビデオの中で高評価がついたビデオは、はい、唯一今のところでその岩倉さんの PV だけなんです。へ、はい、すごいな。そうです。他のビデオは70とか80とか60とかあるんですけど、はい、100を超えたのはもう違う、このペースですよ。すごいな、はい、再生数あたりの高評価数のダントツです。わー、まあでもね、あのビデオはね、すごいっすわ。すごいですよ、はい、あのビデオっていうか岩倉さんがすごいです。すごいね、はい、はい、編集してて何ですけど、あれは岩倉レスターってすごいです。フレームはすごいね。そしてまあロケーションが岩倉市っていう神がかったね。そうですね、はい、コラボレーションが、はい、ね、あのよく見ると冒頭の方に岩倉市役所の岩倉の岩倉っていうローマ字が入ってるっていう、こっそり仕込んでね、はい、そうなんですよ、はい、あの、あれ海外の方見たらもしかしたらこの岩倉家めっちゃできんじゃねえかって感じじゃないかと思ったんですけど。そうですね、はい、まあ、あれそうじゃないんで、あれは表札だよって言っとくわ。これオール岩倉ハウスです、はい、ちょっとね、あの、まあ、そんなちょっとジョークじゃないですけど、そうですね、はい、まあ、さりげなく仕込んだ遊び心もあるビデオですね、はい、はい、まあ、実際にね、技は本当にすごいで、何回見ても飽きないっていうか、自分がね、あの、本当に4、50回ぐらい見てるんじゃないかっていうのを見ました。まあでも、レイ君もね、相当見てる。相当見てる。あの人はいいと思うんだけど、どうって僕は3、4回聞きました。もう完全これと同じ流れです。はい、あのビデオ、俺は結構ありだと思うんだけど、どうみたいな。はい、いいって言ってるやん。そうそうそう。リーテもうね、最初に見せた時から、もうすごいあの、ご家族に見せたりとか、してたらしくて、まあ、喜んでくれて、ありがたいな。まあね、喜んでいただけて、はい、もうね、っていう感じですよね、はい。そうですね。はい、もうあのためにね、新しい、あの、プラグインとかやりたいとかした甲斐がありました。はい、もう気合いつくな買いました。ぜひね、まだ見てない方、はい、ネクストリューのページに掲載されています。そうですね、はい、はい、ネクストリューの PV どれもかっこいいんでね、はい、フリースタイルも載ってますんで、はい、ぜひ上から全部見てやってください。そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。上からさんはすごい数字持ってんな。そうですね、それは間違いないです。はい、はい、そして、はい、もう一つ、タケシダイスの新色も入っております。来ましたね、このクリアレッド、はい、まあ、結構その元のダンカーのダイスではメジャーなカラーなんですけど、はい、何気にタケシダイスとしては初めてのカラーということですね。そうですね、はい、もうクリアレッドも、あの、ダンカン側の赤っていうよりは、はい、ピンク側に寄った赤かな。そうですね、はい、っていうんですかね、なんか、サクランボ的な。サクランボ的な。サクロ的な。すごい、あの、サクランボ分かりやすいと思います。はい。まあ、赤、まあ、色で言うなら赤なんだけど。そう、チェリーレッド的な。そうですね。はい。感じですね。そうですね。カクテルっぽさあるね。あ、カクテルっぽさおしゃれですね。普段全然飲まないですね。お酒が弱い人。そう、弱い人。はい。はい。はい、でですね、はい。これ結構、あの、目がないじゃないですか。はい、はい。はい。個人的に竹下ナイスいいなって思うのは、もちろんそのね、ギミックとかもそうなんですけど、はい、この色の目がないから、これまでもね、エッジグロー系のね、色があっちゃうんですから、はい、結構そのダイスの色がそのままパンって出てて綺麗だなって。ああ、なるほど、なるほど。思うんですよね。はい、はい、はい。では、もちろんね、まあ、ダイスの中ではね、もちろんすごいメジャーというか、競技会の中ですごい注目されるダイスなんですけども、はい、もし結構見た目でパッと気に入ったら、それだけ手に取ってもらえたらね、もちろんその性能を体感する機会にもなりますので、確かに。はい、はい、ぜひ一応写真の方をご覧ください。はい、ぜひ。はい、よろしくお願いします。はい。はい。はい、では続きまして、もう一つアメリカ、行こうかな。はい。ですね。これがですね、テンション上がりましたよ。あ、さっきからずっとテンション上がってるんですよ。まあ全部やな。はい。じゃあまずこちらから行こうかな。はい、ダンカン。はい、ダンカン。はい。ダンカンのですね、まずこちら、エコー2。はい、エコー2。やってきましたね。はい。ついに来ました。情報自体は結構早くから出てたんですけど。そうなんですよ。はい、写真出てて、まだかな、まだかなって思ってたんですけど。しかも、まだかな、まだかなって思ってたら、はい、しなっと、え、買えるのっていう。そういう感じでしたね。突然でしたね。そう。はい、ダンカンもう残り少ないから発注しなきゃなーって、はい、注文書ちょうだいって言ったら、パッと見たら、こいつ買えるやん。そうなんですよ、ね。教えてくれよ、みたいな、ね。はい、じゃあ、買うわ。そうなんですけど。はい。ただですね、このエコー2、まあ、バージョンが変わると、結構ね、はい、まあ、ヨーヨーだとマイナーチェンジ寄りというか、多少重量変わっただけとか、はいはい、まあ、ちょっとリムの外側がね、丸くなっただけとか、はい、いっぱいあるんですけど、はい、エコー2は、もう、ガラッと変わりました。だいぶ変わりましたね。そうですね。はい、エコー2、この形状なんですよね。はい、もう、エコーを知ってる方はね、はい、親ってなるんですけど、エコーの1はこんな感じなんですよ。そうですね。全く違いますよね。
そうですね、はい、だいぶストレート寄りになりましたね。そうですね、はい、あのリワインド的にはあのストレートシェイプとエッジプロファイルっていうから大きな違いがあります。そうですね、はい、はい、でも実際かなり丸みを帯びたこの形状なんですけど、はい、ただやっぱりエコーという名前のだけあって、はい、まあ、このグルーヴは健在でございます。はい、はい、でも結構ですね、重さのフィーリングなんですけども個人的にはちょっと重く感じます。あ、そうですね、はい、はい、僕もちょっと重く感じます。そうですね、はい、ちょっと珍しく重さの意見がありました。重さの意見なかなか分かれるんですけど、ただやっぱ重くなった方にシフトしたのかなと。なるほど、はい、はい、で、結構いろいろなところに変化がありまして、形状の、はい、ここ以外にも、はい、まあ、まあ、いわゆるサイドフェイスですね、はい、こちらがですね、はい、この形ピンときたらっていう、まあそういうわけじゃないですけど、はい、まあピンとくる方多いと思います、はい、それがもちろんこちらなんですよね、はい、はい、このサイドフェイスのくぼませ方がストリックスにかなり近くなってるんですよ。そうです、だいぶ近いですね。そうですね、はい、実際にはまあこの真ん中の丸の大きさ、まあ、一番深いところの平坦な部分の大きさとかちょっと違うんですけど、はい、ただ基本的にここですね、この指が置かれる部分とかは、はい、まるっとほぼ同じな感じになってるんですよね。なるほど、はい、はい、なのでやっぱ最近の主流に合わせて、最近主流というかね、最近のフリースタイル取り組み、まあ入れられやすい速報に合わせて変更を加えられたのかなと思います、はい、で、もともとね、エコー自体もね、はい、速報音で使われることがね、そうですね、あったモデルなんで、はい、あ、なるほど、これはやりやすくなってるのかなっていうことで、ワンから使い比べても、はい、トップ音のだけでも比べてみても面白いんじゃないかなと思います。はい、でですね、この最大の特徴のグルーヴなんですけど、はい、こちらパッケージをご覧ください。お、これ真ん中下にですね、はい、グラインドトリックスって書いてあるじゃないですか。お、まあここバーって書いてあるんですよ。グルーブリングスリデュースフリクションフォーグラインドトリックスと、はい、まあグラインドトリックスやりやすいよと、はい、すっげえ要約するとまあグラインドやってみなよこれでぐらいの感じのことが書いてあるんですよ。で、先ほど試しました2時間ほど前、はい、このエコーツールグルーブ、まあ結構グラインド系のトリックをやるにあたって、はいはい、各色のアプローチっていろいろありまして、例えばザラザラ系の、はい、ブラストかけるだとか、はい、逆に目の細かいブラストかけるだとか、はい、こうやってグルーヴレードとか、はい、もう逆に金属だから滑る人って逆に何もしないかなとか。なるほど、はいはい、結構昔の用意とかだと、もうメタルの部分を広く取って、それでグラインド適してる。それが常識だったんですよね。はい、はい、こんな風に加工することなかったんですよ、はい。どのくらい違うのかなって思って、2時間前ふと思って試したんですよ。思い立って。はい、はい、で、結構、ツヤツヤのタイプのものだと、結構乱暴にトラップサイドスローして、トラップしてポンって置くと、キュッて一瞬滑るんですよ。ああ、なるほどね。どんだけ角度調整しても、はい、キュッて滑ってカタ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 って落ち着くんですよ。なるほど、なるほど。はい。ただですね、はい、このグルーヴのやつ、はい、どんだけ乱暴にやっても、はい、角度さえちゃんとやっていれば、はい、ヒュッて乗るんですよ。へぇー、そんな違うんだね。ストンって乗るんですよ。へぇー、はい。あ、これはちゃんと効果があるって実感できる瞬間だって思って、ぜひお手持ちの上でフルメタル用が、ね、いくつかある方は、いろいろ試してみてください。なるほど。やっぱりツヤツヤのものは、ちょっと、ふっとね、力抜かないと、やっぱちょっと動くんですよ。なるほどね。はい。ですが、このグルーヴ、ストンって。へー、すごいな。すごい綺麗に乗るんで、グラインドトリックの練習とかにもね、単純にすごくいいと思うんです。なるほどね。はい。はい、ブラストのものとね、また感触違うんで、はい、はい。ぜひお試しください。はい。そういった面でもね、楽しんでもらえたらと思います。はい。はい。さあ、続きまして、まだ段階いきますよ。はい。こちら行きましょう。あ、ジャンプ来ましたね。これも長かった、はい、これ長かったですね。そうですね。はい。はい、フリーバードはい。これがです。これ一応フリーバー銅なんですけど、そうですね。実質の2ですね。はい。はい、なんか一応多分皆さんって言ってもあるんですけど、はい、フリーバード2が出るよ出るよって言ってた、はい、そのフリーバード2が結局フリーバードという名前で出たみたいな感じですね。そうですね。はい。はい、まあ実はフリーバードっていう名前なので公式的にもね、はい、フリーバードで止まっております。はい。ただこのフリーバード2実質の2、まあ一応2って言っておきましょう。はい。この2はですね、情報が出たのいつ頃だったかなって思って。相当前だね。はい、実は2012年の1月か2月です。あーそうだわ、そう丸2年だって2012年の1月か2月にダンカン来るのかな、借りたもんねこれ今度出るんだけどつって、あーこれがそのフリーバード2かーってちょっと使って、はい、でもうちょいで出そうだねって話をしてから長かったね、はい、長かったですね、はい、ダンカンさんって実はシグネが出るよって情報が出てから、うん、正式リリースまで結構長い傾向なんですけど、そうですね、長いで有名ですね。そうですね、はい、ただフリーバードはその中でもかなり長い方群を抜いて長いね。そうですね。はい、しかも、ファーストロットが結構人気だったのに、はい、もう、一回こっきりで生産だったのくらい数が少なくて。あ、ですよね。はい、すぐなくなっちゃったんですよね。そうなんですよ。すぐなくなっちゃったので、はい、問い合わせが多かった機種の中でも、個人的には1台争うくらい。ああ、そう。なんかね、
変な感じ、幻の名機みたいな、そうですね、うん、イメージあったよね、はい、あったんですよね、はい、高いプラっていう中でもやっぱりとびきり人気があって、そうですね、はい、でやっと出てきました、そうですね、はい、長かったです、はい、でかなり形状とか変わってますで、はい、ちょっとエッジが下がってるのかなっていう感じですね、はい、はい、まあより最近向けになったっていうことですね、はい、ハンクフリーもシグネチャーモデルとかでもちろん 3A でも試してほしいです ね、 そうですね、やっぱプラなんで、はい、ショートしたけどね、カイーンの音がないです、心臓になるとかないです、はい、はい、そういう意味でも 3A にもおすすめですね、はい、はい、そして今こちらのキャップもつけています、はい、キャップがね装着できるんで、はい、はい、こちらの時期に控えて、あの吸盤でポンって外せるんで、はい、はい、お試しください、はい、そして実はあのバラクーバの方もね、新色が入荷しました、あ、いいですね、こんな感じスプラッシュのですね、はい、はい、シルバーブラックとレッドブラック、はい、はい、入荷しております、こちらがですね11,900円で販売しておりますので、はい、写真ももちろんチェックしてください、はい、スプラッシュと一緒に、はい、あのヤノスさんのバージョンが、はい、再入荷しました、あれももう、まあ、もうないのかな、もうないのかなって思いながらも、はい、一応、はい、数言ってみたら毎回来ちゃうんで、そうですね、ラッキーって思いながら、はい、なくなるまでは頼んでやろうぜみたいな、そうですね、はい、はい、逆にいつなくなるか本当に分かんないんで、そうですね、はい、これも今の締めお願いします、はい、はい、さあ続きましてはこちらファクトリーいきましょう、はい、ファクトリー、ヨエファクトリーさんのシャッター新色、はい、はい、シャッターやってきましたね、長かった、こちらも売り切れでしたね、はい、はい、もうこれもね今もう安いメタルの中ではねトップクラスの人気ですよ、そうですね、はい、群を抜いてると言っても過言ではない、そうですね、ありますね、はい、はい、しかもその中で個人的に大好きなブラストがかかったものが3色来たんですよ、ブラスト、ブラスト、今回全部ブラストですもんね、そうですね、はい、ブラストブルーとブラストシルバーとブラストブラックと、はい、はい、まあ、特にねあのこのブラックとブルー、まあブラック固めに売ってたじゃないですか今まで、そうですね、はい、結構写真で見るとあれそんな違うのかなってなるんですけど、はい、スターブログの方にですね、はい、あのシャッターのこちらシルバーの方のね、はい、拡大写真が載っております、はいはい、それを見てもらうとあ違うってなると思う、ね、だいぶマットな仕上がりなんですね、そうですね、はい、もう個人的にはあこっちの高級感って好きっていう人が多いんじゃないですか、ね、分からないですね、ですね、はい、でブラストかかると結構ヨーヨー自体でフィーリングにも大きく違いが出てきますので、はいはいはい、まあ、あの振り心地っていう方もねぜひあのじっとチェックしてほしいなと思います、はい、初めてのフルメタルからもう、はい、あのコンテストまでっていう感じですよね、そうですね、はい、はい、そしてそしてヨーファクトリー実はこちらもかなり話題になりました、そう、ね、一緒にくれたんですけど、はい、こちらヨーファクトリーヨーヨーファクトリーマガジン、はい、はい、こちらがですねあの実は入荷してまして、こちらのゼロ商品として入っております、はい、ゼロ商品の方に入ってます、はい、はい、でこちらはですねあのこちらの CZM8、 はい、はい、こちらもですねもう僕ら的にはねこれもシャッターと同じぐらい安めたの中でね、はい、おすすめしたいモデルでございます、はい、はい、もうこの CZM8 個人的にはシェイプかなり好みなんですよ、ああなるほど、ストレート系のステレートね、はい、はい、僕結構あの中心がストレートになってるよりは好きなんで、ああそうですね、使ってますねいつも、はい、っていうのが結構そのシャキシャキなフィーリングが好きで、まあなるほど、はい、ただあのシャキシャキなフィーリングってあの単純にストレートにするだけだと、うん、やっぱりの回転の伸びが足なかったりストレートするだけだと思うんですよね、はい、そこはやっぱ適度にステップがついてリブ部分が厚くなって、はい、しっかりとこれはフルメタル用としての威力があると、なるほど、はい、うん、はい、ということでね、しかもこれあの何気にスプラッシュカラーが普通1000円プラスってことが多いんですけど、はい、こちら500円プラスですよね、はい、はい、あの5990円で買えるちょっとスプラッシュカラーの独特感があるんですね、感じになっております、はい、そしてまああのあれですね、そのチェコのはい、はい、プレイヤーのシグネということで、まあ、もうすぐ祝い橋もありますと、はい、そうですね、はい、というわけであのチェックメイトと一緒に、はい、こちらをお付けしますので、はい、それで商品でだからこれがね、はい、すごいっすね、すごいすごい、何気にボリュームめっちゃあるんですか、はい、そうですよ、あのまあ普通にこういうねあのインタビューとか、はい、はい、見えますね。やっぱこのチェンプリスタン選手がこうジャンプになるまでいろんなことがあったと。そうですよね。で、ヨエさんに一緒ね。そう、はい。そしてね、これこっちから、まあ、あの届いた人はこれ、はい、こうなると反対なんで、これで、はい、合ってます。エラー品じゃないです。はい。そういうやつです。はい。で、こっち側は、2014年のカタログになってるんですよね。そうですね。この商品がいろいろ載ってます。はい。で、これも、すごいな。あーおっと、ここはまだ見つけた。ですね。はい、ここはね、ちょっとね、ちょっとね、あのね。このまま持ってる人はね、はい、わー、こんなん乗せていいんだって思うのがね、ちょっと。そうです。ありますんでね。はい。マガジンのね、手に入れた方限定の量もありますんで。はい。はい。チェックしてください。はい。ただ、マガジンそんな数あるわけじゃないんで。そうですね。はい。はい。はい、あの、マガジンの方が先になくなっちゃうことはもちろんあり得ます。そうですね。はい。本当にご注意ください。はい。さあ、最後にですね。はい。最後じゃない。まだあります。はい。こちら行こうかな、最後。はい。日本に戻りまして、はい、お待たせしました、はい、やってきましたね、はい、はい、ついに来ましたよ、はい、シュトルムパンツァー、お、シュトルムパンツァー来ましたね、はい、エクリプスオーガー、エクリプスオーガー
ありました。これはだいぶ話題になりましたね。話題になりましたね。話題になりっぱなしで、今うちではもう品薄状態になってます。もう瞬殺だったね。そうですね、はい、そうだったね。そうですね、はい、今こちらの R の方が最高残ったと思うんですけど、一応両方ちょっとずつあるのかな。でも、はい、でも、もう、はい、ほぼないようなもんですね。そうですね、はい、はい、もう本当にいつ仕上げるかわからないそうなっております。はい、でこちらのエクリプスオーガ、はい、まあ、まず製品の紹介をね、はい、させていただきますけども、はい、第1弾のね、はい、ステルスオーガっていうのがありまして、はいはい、そのステルスオーガをベースに再設計したモデルとなっております。なるほど、はい、で、まあ、同じように、ね、再設計したモデルの中でシュナイダーっていうのがあったんですが、はいはい、ただシュナイダーより もう全然ステルスオーガよりじゃねえっていうぐらい、あの色濃くもそんなか、とりあえず見た目がまずステルスオーガよりだからね。そうですね、完全に、はい、はい、だいぶ見た目がもう色濃くその血を受け継いでおります。そうですね、はい、はい、ただですね、これ実はかなりいろんなところを変更を加えられておりまして、はい、はい、まずギャップ幅、お、なるほど、はい、はい、こちらギャップ幅なんですけど、これ中にですね 0.3mm のシムが2枚挟まってまして、じゃあ 0.6 広げてる。そうですね、はい、はい、で限界まで、ほぼ限界まで広げられてる形になっております。はい、で次にこちらリムなんですけど、リムの傾斜です、ね、はい、なるほど、はい、リムがですね、今この角度なんですけど、はい、ステルスオーガちょっとこっち寄りだったんですよ。ああ、なるほど、ちょっとフラット寄り、そう、フラット寄りだったんですよ、はい、なんでフラット寄りだったんで、まあ、より回転力っていうか癖のある、だいぶ癖のフィーリングっていうのが、なるほど、なるほど、はい、なんですけど、こちらちょっとまあ結構いろんなタイプのあるベーチャーが近くなりまして、はい、かなり扱いやすさっていうふうに増しております。なるほど、なるほど、はい、で扱いやすさってね、もう一点、はい、こちらリムのサイズ、もう本当に一番外側ですね、はい、この外側のですねリムがちょっと丸くなりました。ああ、なるほど、はい、これも単純に、はい、反復練習しっぱなしの競技者の方には嬉しい話ですよ。まあ確かに、はい、ふーとした衝撃でヨーヨーを、ね、キャッチ損ねた時に、はい、やっぱり鋭利気味だと、はい、やっぱり怪我しやすくなるわけですね。まあ衝撃をだいぶ食らいますからね。そうですね、はい、はい、まあ怪我しなくてもやっぱ衝撃がバンってくる、はい、そうですね、はい、ただかなり丸くなりまして、はい、少なくともステルスオーガーの衝撃ではなくなりました。なるほど、じゃあステルスオーガーはもうものすごいパワーがあったからね。そうなんですよね、はい、はい、やっぱそのパワーこそがステルスオーガーの特徴だったんですが、はい、それを限界まで残しながら、はい、やっぱりちょっとずつ扱いやすさを増していった結果、はい、うまいことステルスオーガーのいいところと、はい、これエクリプスオーガーとしての特徴が融合した形になります。はい、はい、でこの変更に際しまして重量が 2g ほど軽くなっています。ああ、なるほどね、はい、はい、この 2g 大きいんですよ。そうですね、はい、っていうのもですね、ステルスオーガ 69g、 おお、こちらが 67g、 67の方が今完全にこうメインストリーム近い。そうなんですよね、はい、69って言ったらかなり重量級になってますね、はい、はい、っていうぐらい、ほんと重量級って言っていいぐらいのものと平均って言っていいものぐらいっていうサイズの、ほんとその境目っていうところで分かれてます。はいはい、はい、それでかなり平均の重量に来たっていうことで、はい、やっぱりかなり扱いやすさはね、そういった点でも増しております。そうですね、だいぶコントロール強くなってますよね。そうですね、はい、かなりスルスル動くっていうふうになっております、はいはい、まあ、という意味でね、スルスオーガっぽさをしっかり残しながらもやはりかなり扱いやすいということで、はいはい、これから主軸になっていくということですね。そうですね、はい、そういうのが抜群でもないです、はい、確かに主軸になっていくんじゃないかなっていうぐらい扱いやすくていい石ですね。そうですね、はい、しかも何気にキャップがですね、はい、48ミリ径のキャップが装着できるので、はい、まあ代表的なものとして紹介するのはラテラルキャップです。ラテラルキャップがつくのはでかいよね。でかいですね、はい、しかもラテラルキャップがついて無傷で外せるっていう、それもでかいよね。でかいですね。ラテラルキャップって吸盤じゃ普通取れないから、生の中ボーンってなってる。そうですよね、はい、あれはもうはめ切りって僕らも紹介してたんですけど、はい、はい、ただこちらはですね、軸が貫通式となっております。なるほど、はい、だから逆側に同じ径のネジを挟んで、はい、逆から押し出してもらえば、はい、ラテラルキャップはそのままスポンって外れるんですね。ああ、なるほどね。はい、はい、ということですごい何気に便利なカスタマイズ性にも、はい、飛んでおりますので、はいはい、でも普通の4弱ラテラルキャップを見るってことは、はい、弾丸キャップとかもはまるのかな。だそうですね。なるほど、じゃあもう結構自分の好きな風にカスタマイズもできるし、はいはい、そうです、ね、ラテラルキャップつけても2本、はい、どんどん適しているのもできるしっていうことですよね、はい、でしかもこれ嬉しいことに最初から吸盤がついてるんですよ、はい、ああ、それはねありがたいですよね。そうなんです、吸盤意外ともうジャムがすごいキャップ付きがブワーって多かった時代によく問い合わせありました、吸盤ってどこ売ってますか、はい、そうですね、そうですね、100均とか決まるかとしか言えないっていうね。そうですね、はい、なんですけども結構そのパターン親切で、はい、結構最初から指のパーツが付いていたりとか。あ、そうですね、はい、指のね、指じゃないや、まあ、金属磨き布が付いてるとか。あ、そうですね、はい、もう最初から揃ってますよという状態で待ってます。確かに、はい、はい、結構まあ、最初磨くのね、置くって思うかいるかもしれませんけど、はい、
手に取ってもらって、この真鍮リムで輝き見てもらったら、そんなこと言えませんよ。そうですね。磨こうってなります。そうですね。ちょっとでもくすんだら惜しくなりますもん。そうですね。はい。ということでね、これ、まあ、X2 が見た目もかっこいいですし、そうですね。性能面でもね、バチンでございます。そしてもちろん、はい。本体の。そうですね、本体。これ、ちなみにおまけですからね。そうですね。はい。今のね、おまけもすごいんですが、はい、こちらのね、本体、ストーリーブックが、じゃんと、ストーリーブックが、はい、こちらですね、あの、4と5なんですけど、はい、もちろん第4話、第5話が、はい、はい、入っているんですが、はい、なんと、はい、こちらのですね、はい、ストーリーブックの中にですね、はい、なんと、僕がモデルになったキャラクターが、そうなんです、ね、登場しているんですよ。はい、なんと、ついに木戸が、はい、漫画デビューしました。アシュトロンパンツァーに出たと。はい、ということで、そうですね、はい、はい、あの実際にこちらのね中の挿絵を描いてる方が、はい、本当に漫画のアシスタントされているイラストレーター、なるほどなるほど、はい、だから実際に本当に漫画っぽいキャラクターが僕出てるんですよ、はい、ただだいぶ、はい、細かったね、そうなんですよね、はい、あのすでに公開されている部分であるんですが、はい、オンラインの方で、はい、あのまあこちらですね、あの文明見ちゃダメですよ、そうですね、ちゃんとこれの、はい、僕の私物です。はい、こちらじゃーん、はい、こんな感じでね乗ってるんですが、はい、いやー細いしね、はい、そうですね、 BMI 指数19番の俺って感じですね、そうなんです、ね、なんですかね、なんかこう、あのあなたが落としたのはどっちの軌道ですかって言われた時ちなみに僕の今の BMI 指数は26.9から 27.2 ぐらいです、あーもうだいぶ絞らないといけないですね、そうですね、はい、あの数、まあ、体重で言えば10キロ以上、13キロ、10キロか10キロ、あなるほどね、はい、絞らなきゃいけないですけど、10キロ絞ればそうなるといいなって感じだね、そうですね、10キロ絞った結果適度な筋トレをしなきゃこの体勢とこだけにならない、適度な筋トレも必要だね、そうですね、だいぶ、はい、なんか細いけどガタイはいい、そうですね、はい、という感じでね、あのかなりの理想級の俺が映っています、そうですね、はい、はい、貴重なあの、まあ、資料として、そうですね、あのもう軌道のことが好きで好きでしょうがない人の目にはこう映るのかなっていう軌道が、そうですね、はい、でですね、僕のこのモデルだったキャラクターのクラグモシンヤって言うんですけど、クラグモシンヤね、はい、クラグモシンヤ、もう日本人にだけ分かるダジャレですけどということで、はい、はい、あ、なるほどと、はい、ただあの僕のキャラクターはですね、はい、主人公チームの敵役として登場します、はい、はい、あ、そうですね、はい、敵として登場します、はい、はい、一体どんな戦いを見せるのかって、だから、ね、戦ってるんですよ、ヨーヨーピストで、はい、戦ってるんですよ、はい、はい、結構ガッツリ戦ってるんで、はい、あのぜひあのもう飛んで第4話第5話セットで見てほしいなと思います、はい、ちょうどねストーリーがものすごい盛り上がるということで、はい、はい、すでに読まれた方から、はい、もうツイッター上ではなんか、はい、お話がすごい気になると、そうですね、はい、起承転結の章のあたりだと、あ、いうことを言ってますんで、はい、あ、なるほど、ここからこう来るわけですね、そうですね、はい、はい、いいところでさせてもらいました。ありがとうございます。はい。はい。ね、この、あのね、エクリプトさん、なぜこの2個で、はい、まあもちろんね、はい、あの2個セット現在完売しておりますが、はい、はい、来週中、今月中かな、はい、来週中が1、2週間ぐらいで多分参入荷できると、そうですね、メーカー様から連絡をいただいてるんですが、はい、なぜこれ2個なのかとか、はい、同時発売なのかとか、セットなのかとか、はい、まあ、買えばわかると。そうですね。はい。必要だからだと。そうですね。うん、はい、ストーリーブック第4話、もうこれ第4話だけ手に取ったらめっちゃもやもやしますよ。そうですね。逆に4話だけ買うと、はい、わあセット買ってきよかったって多分思っちゃうでしょ、そうですね、はい、だからもう切磋琢磨だから最初から2つ一緒にね買ってほしいなと、はい、いうことになっております、はい、そしてもう本当にめっちゃお得な価格なんで、はい、はい、本当にもう追加したらすぐに買ってほしいと思います、はい、そして実はですね、今日4時間ほど前、はい、そうですね、こちらもね、はい、再入荷しました、はい、今日も届いたんですよ、本当に先ほど、はい、こちら両スナイパーマーク2、はい、ですね、マーク2、あの、はい、岡田一押しの、そうですね、岡田さんが愛しやまない、そう、岡田一押しの、そうですね、はい、もう何、実はですね、あのこのミリタリーシークレットっていうね、はい、今あのシートを配ってるんですけども、現在お付けしてるやつですね、はい、この中にですね、はい、はい、実は岡田さんのこと書いてあるんですよ、あ、マジか、はい、こちらですね、某販売店スタッフ様がユーストリーム番組でマジ使いやすいと毎週のごとく熱く語って長強く一緒に残ってます。そうですね。はい。チャレンジ残ってます。かな。いや、まあ、わかんないですけど、まあ、某って言ってるしね。はい。ユーストリームやってるのも多分、はい、ね、他にもいると思うんで。わかんないですけど、少なくとも僕は言ってる。そうですね。はい。はい、もう熱いファンの一人いるということで。はい。これは本当に、でも一通り使った方の、はい、本当にこういう休暇であると、9割ぐらいは使いやすいって言ってます。はいそうですね、はい、間違いない機種って言って本当に間違いないです。そうですね、はい、まあ、今度上ミリタリーシークレットもね今こちらの方つけてますんで、ね、はい、今日紹介したな機種が、ね、気になった方もね、はい、買ったら実はこの、ね、ミリタリーシークレットついてきますんで、はい、はい、その中に僕とかも載ってますねちょっとだけ、おはい、ね、はい、こちらもね見逃さずにやってください、はい、お願いします。さあ最後です。最後です、はい、今日本当に多いな多いな実はカメラのこの下の四角に置いてあったんですけどじゃーん、はい、はい、
ではこちら、うん、まず新作の紹介からいきましょう。はい、はい、アメリカに戻ってワンドロップから、はい、まずこちらがですねベンチマークの O のニッケル、はい、そしてこちらが H のニッケル、はい、H のニッケル、そして最後にフォーマット C のニッケル、はい、じゃあはい、すみません、はい、ちょっと V のニッケルを受けてしまいました、ね、はいはい、4種類の、ね、が入荷したんですけども、はい、こちらニッケルが入荷しております、はい、そして明日の夜中発売ですかね。そうですね、はいはい、13日の24時14日0時に発売となるワンドロップの新作でございます、はい、ついてますね、はい、はい、2011年ハンガリー大会ナショナルチャンピオンおベルオ・ストロタン・キス選手の練習してきたね。はい、練習はそういう練習は練習してきたね、エキドさん、うん、そういうことしておこう、はい、こちらバロー、はい、バローもうこのバローという名前ね、僕たちね、非常に馴染みが深い。そうですね、はい、特に東海エリアの馴染みが深いんですか。東海エリアの方はもうね、もう バローってなったわけ、ね、そうですね、はい、本当に綴りもそのまま一緒でバローです。そうですね、はい、で、こちらのバローなんですが、あのロゴはですね、こちらV ってなってるじゃないですか、はい、これおそらくね、あのビルモス選手の V とバローの V をかけてるんじゃないかなと思います、はい、で、かなりですね、外見がこれまでのワンドロップらしくない、かなり特徴的な形状になってるんですよね。なるほど。ていうのはこのグルーブ。はい。はい。でも確かにそう。こういうグルーブの付き方は初めてじゃないですか。あ、でもチックがね、はい、結構これ系なんだよね。あ、でもここのグルーブは初めてかも、ね、初めてですよね。はい、まあ、こことかはね、それこそ、ね、結構フォーマットシートが近いものになってるんですよ、ね。あ、そうですね。フォーマットシートこれですね。そうですね、はい。はい。ただですね、しかもこう、グルーブの部分、はい、グルーブが入ってるだけじゃないんですよ。お、このグルーブの面あるじゃないですか、はい、実はこのここのストレートの面がですね、はい、インバースラウンドと近い効果を得てまして、なるほどなるほど、はいはい、これ中見るとエッジがちょっと高いじゃないですか、はいはいはい、これこうやって当てると本当にもう寸でのところで寸でのところでこのグルーブがかかった面の部分では触れないんですよ。なるほどね。パッと見、どう見てもストレートじゃねえかってなんですけど、パッと見ステップストレートなんですけど。なるほど、なるほど。はい。で、これもやっぱりオフィシャルとしてはこの特徴にしてまして。なるほど。はい。結構、ビルモス選手、はい、いろんなジャンルのトリックをやるんですけど、メインとなってるのは、最近まあ、ベール系のスピード系のコンボ。はいはいはい。そして、ホイゾンタルのコンボ。なるほど。はい。はい。なっております。はい。で、やっぱそれに対応するに、やっぱ、強い力で振り回しても、やっぱスリープの伸びがあった方がいいよねっていうことで、はい、やっぱ安心がフルサイズで、はい、で、スリープが伸びる工夫がなされているということなんですね。そしてもう一つ、はい、まあ、さっきもちょっと話してましたけど、トップオン。お、なるほど。はい。はい、トップオンのために、サイドフェイスをなくし、お、そして、中心にグルーブをね、もう一つつけましたと。おー、なるほど、なるほど。はい。いうことがね、ちゃんとオフィシャルでも紹介されてまして。なるほど。で、実際に、バローの PV でも、はい。はい。トップをやってるシーンがあるんです。なるほどね。はい。ワンドロップもね、まあ、これまでのサイドエフェクトも特徴だったんですが、うん、やっぱそのサイドフェイスのこだわりっていう意味で、はい、もう一つ別の形でシフトしたのかな。なるほどね。ということで、なかなか面白い工夫がされております。そして、バローの PV が結構癒し系です。ああ、なるほどね。はい。街中を歩く、ビルモ選手が、はい。はいはいはい、時間の流れとね、はいはいはい、まあ、短いビデオなんですけど、その時間の流れとね、ビロ選手のね、まあ、素顔というか、ね、そういうのが綺麗に出たビデオとなっております。もちろん技も見どころでございます。はい、はい、なかなかビロ選手日本ではメジャーじゃないんじゃないかなと確かに、ね、思いますので、はい、この機会にね、まあ、選手自身を知ってもらうもよし、ワンドリップ知ってもらうもよし、はい、そしてバローって見ててもらうもよしと、そうですね、ということで、はい、ぜひ商品ページの方に一度足を運んでみてください、はい、ちなみにバローは東海エリアで結構有名なスーパーです、はい、あ、そっか、はい、スーパーと言ってなかったスーパーの名前はバローなんですね。そうですね、はい、ぜひね、バローで検索かけると、はい、リワインドのページが先に出るからそうですね、まあ、ようやく検索している人はバローが出るんじゃないかと思うんですけどはい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、というわけで新商品紹介は以上です。長かった、予想中間ちょっとだいぶ押したね。そうですね、すいません、ちょっと今日ちょっとオーバーします。はい、ちょっとオーバーします。はい、はい、なので急ぎで、はい、はい、まずはまずじゃないな、はい、はい、じゃあお便りのコーナーに、はい、行きたいと思います。はい、はい、まず1つ目、はい、ペンネームみやともさんから、はい、リワインドの皆様こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝見しております。早速質問なんですが、はい、皆さんはストリングの長さはどうやって決めているんですか。おー、なるほど。回答お願いしますと。ものすごいシンプルな質問ですね。そうですね、はい、どうやって、どうやって、あ、まあ、大体決めてる。なんかここでなんかね、基本的に特にストリングトリックなんでね、僕らは、はい、そうですね、はい、まあ前なんで、はい、普通に立って靴脱いで、はい、小指を
へそに当てて、はい、折り曲げて、はい、指何本みたいな化粧でやってますね、僕は。あー、なるほど。はい、じゃあ今は指4本ですけど、ね、はい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 。じゃあ、逆にじゃないんですけど、その長さに至った理由って何ですか？まあ、やっぱり、何を基準に決めたら、大体いつもまあまあ同じ長さになるかってやっぱ、悩むじゃないですか。はい。はい。で、まあ最初、へそだと短いと。はい。はい。胸だと絶対長いと。はい。間ぐらいの、なんか、この辺とかって、はい。食うてたりした時期もあったんですけど、でもね、僕多分ね、最初へそだったんですよ。最初は短かったんですよ。はい。へそに、こう、くくった後のフィンガーボールの玉があるぐらいを目印に作ってたんですよ、最初。はい。それこそ、ジャムの用意使ってたりしたんですね。はい。はい。例えば短いなと。重い。なるほど。まぁ、ちょっとずつ伸ばそうって時に、はい。でも基準が決まんないと絶対フォーカスしちゃいます。はい、はい。はい。で、指を当てたらどうかっていうことにいたり、はい、まぁ、いろんな指をこう当てたりしながら、うわ、曲折を経て、最終的には小指を当てて、ここにやると、まぁ、指の本数をこう変えると、だいたい、指3本の時はだいたい自分とってこのぐらいの長さとか、指だとこの長さっていうふうに、まぁ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 決まるかなと。なるほど。はい。まぁ、人によってはメジャーで決めてたでしょ。90センチ。そうですね。メジャーで何本も切っておいて練習の時はずっとそれ使うみたいな。はい。はい、1回やったんですけどね。はい、まあまあ適当に切ると、まあまあ違うんですよ。はははは吹きながら。そうですね。わかりますよ、わかります。多分あれなんですよね。床に置いて測ると、こう横にして測ると、はい、重さで紐伸び縮みするから変わるでしょ。あー、なるほど。はいはいはい。その辺を考慮しないといけないんですよ。そうですね。はい、深夜で。僕は、その時々で実は結構変わったりするんですよ。ヨーヨーね、適当にパッと借りたらね、はい、もう、あ、これ適当に組んだやつだから、紐の全然違うっすわ。もう本当に違う。もう、グワーって時もあれば、いいじかーって時もある。そうです。大体、はい、決めてる、まあ、大体決めてるのは、へそから2本上で紐を垂らして、そこで紐の方を作ってやってるんですけど、はい、多分なんでしょうね、紐の方の作り方が毎回違うんですかね。そこの大きさが変わってるせいで、結構長さの感が違ったりするんですよ。はい、で、その長さが違うっていう時も、はい、結構気分で長いの使いたくなったりもしますし、はい、芯がよく変わるよね。変わりますね。あれ紐伸ばしたそんなつもりはないんですけどね、嘘つけやる。そうですね、うん、はい、で逆に最近それを利用して、はい、紐の長さがある程度の範囲だったら決まるようにと思って。ああ、まあ大事ですね、そういうの。そういうの大事ですね、はい、ですね、はい、なもんで紐がフリースタイルを始めて、あ、やべえ、いつもより短いってなってもう続けるようにしたりとか。あ、大事ですね、それは。それは大事だと思います。はい。やっぱ、あ、この練習に使えばいいんだと思って。そうですね。はい。もう僕もね、やっぱね、短かった時は、やっぱ短いけど、とりあえずこれでフリー何回か通して考えようみたいな。そうですね。はい。で、ケイのもね、結構、本番で、いつもと長さがちょっとだけど違うって、あったんですよ。ああ。僕経験上。なるほど、なるほど。はい、2009の JN とか、はいはい、予想より長かったりとかしたんですよね。ああ、でもありますね、それ。はい。で、やっぱそういうのも、やっぱ、ちょっとふわふわしてる状態なんですかね。そういう状態でメンテナンスとかしてると、ちょっと変わったりとか、本当に多分、本当に5ミリとか、1センチとかの差だと思いますけど、はいはい、やっぱりその差って大きくなるじゃないですか、フリースタイル本場となると。本当にでかいですね、ワンエンは。なので、その程度のアクシデントであれば、やっぱその場でも対処できるようにって、思って、そうですね。はい。だから、最近、ますます糸の長さバラバラです。なるほど。あ、でもね、やっぱね、紐の長さが違うように感じるのはよくある。あー、なるほど。何年だったかな ?2011 年くらいだったかな。はい。控え室があったんですよ、選手控え室が。はい。で、そこで準備とか選手にいらっしゃるんですけど、はい。もうね、僕がね、はい。バッてやって、やべ、紐短い気がする。じゃあ、長い気がする。長い気がする。はい。穴が短くねとかっていう話してたら、はい。一緒になんかこう、その部屋にいたみんなが、短い気がしてきた。っていうのが伝染して、まあまあこう、みんなぐだっちゃったことがあって、あの時はみんなごめん、多分俺だわ。で、結果短かったんですよ。長い気がするって短くして、はい、こんぐらいだってステージ立ったら結果短かったんですよ。ああ、なるほど。怖いですね、本番前の将来って。そう。はい、なので、はい、やはりみんな、まあもちろんね、あ、大体ここっていうのあるけど、はい、まあ、ちょっと短い、ちょっと長いぐらいは対応できると、はい、いいのかなと確かに。そうですね。はい、結構そういうこと緊張してると、僕がよくやりがちだったのが、うん、糸を伸ばしながらフィンガーボール作ると、糸を伸ばさずにフィンガーボール作ると違うんですよ。違うっすね、はい。はい。今は伸ばすように癖つけてるんですけど、うん、伸ばしながらフィンガーボール作って、それでも伸ばす作業は終わりっていうふうにやってるんですよ、ね。なるほどね、はい。はい。結
構、もうそれこそ今の元とかにもね、飛ばす感じが違いますからね。やっぱ、ほんのちょっとずれることは、覚悟しておくことは大事ですね。はい。というわけで、そんな感じで僕たちは、スピードダンスを決めてます。はい。ただやっぱ、物差しがね、やっぱおすすめ、ネットにしてもおすすめかもしれません。確かに最近多いです。で測るんだったら、はい。あの、かの全国チャンピオンの方もですね、測っておりました。そう、測って切っててびっくりした。お前もメジャー派か、みたいなね。そうですね。ああ、徐々に増えてるっぽいです。そうですね。あとなんか、2Aプレイヤーとかだと、はい、あの最初から紐を切ったやつをヨーヨーにつけたやつをこれはもう紐の長さを決めるよって決めて、あーなるほど、全部そのヨーヨーに合わせて切る。はいはいはい、はい、僕もなんかめんどくなんかたまにやるんですけどね、はい、もう紐を1本だけつけてたやつのところに切ってない紐をブワーッと全部つけてって、はい、全部フィンガーボールをそれと同じ長さでやって全部切っていくみたいな。へえ、たまにやるんですけどね。でも合理的ですよね。まあね、はい、バット揃えますから。そうですね。はい、なるほど。というわけでいろんなアイデアがあるようなので、はいはい、ね、そんな感じでね切っております。はい、はいはい、ぜひ参考になればなと思います。はい。はい。それでは続いてのお題ですね。はい。はい、ペンネーム、オレンジ客さん。はい。はい、リワインドの皆様、はじめまして。いつも楽しく拝見しております。ありがとうございます。突然ですが、私のヨーヨー失敗談を聞いてください。私はこれまで 1A、2A しかプレイしたことがなかったのですが、購入したリワインド福袋にターボボレーが入っていたので、4A もやってみようと思い、フォワードパスリリースに挑戦しました。なるほど。いざ、ストリングを巻きつけ、ヨーヨーを投げ出したところ、ヨーヨーがストリングから離れずに、添えた左手を中心にして小さな円軌道を描いて戻ってきました。さすがに1投目でストリングが絡むと思っておらず油断していたのか、予想外に戻ってきたヨーヨーで頭を打ってしまいました。なぜこんなことにと混乱する私でしたが、よくよくヨーヨーを見てみると、いつもの癖でストリングをベアリングに取り付けてしまっており、無謀にもオンストリング状態でオフストリングをプレイをしていたのです。皆さんもこのようにバカなことしたなと思う、ヨーヨーにまつわる失敗談がありましたら教えてください。幸い怪我などありませんでしたが、アラサーの大人が実質で一人で対応しているのは大変美人なものです。このような経験も話のネタにしていただければ幸いです。なるほど、はい、こう来たわけですね。そうですね。はい、それは痛いですよ。こうしかもまあまあこの辺で受け取るから遠距離が結構こう広がる。だからキュンってくるんですよね。そうですね。はい、早いんですよ。そう、はい、威力は真下で来るんで、まあ、確かにね。確かに。はい、なるほど。こういう経験、そうですね。はい、僕逆にあれですね、はい。紐ついてなかったことありますよ。あー、でもそれはわかります。はい、逆のパターン。そう、はい。なんでやろってたまに思ったりするんですけど。はい、何回かあったんですよね、それも。はい、はい。まあ、たまたま地面が、柔らかい場所で練習してて良かったんですけど、はい、たまにあるじゃないですか、こう。はい、体がこう、バーって寄りを取ってたんですけど、はい、そのまま紐がポロッと取れちゃった。ああ、はいはいはい。なんだっけね。このこれ、なんていうんだっけ、あれ。ストリングツイスト。そう、ストリングツイスト。はい、ストリングツイストで外してたら、よりが緩くなるんですよ、右利きの人は。そうです、ね。で、緩くなって、ポロッと出て、あ、取れちゃったとか言いながら、はい、まあ、ついてたからロフストみたいに戻すじゃないですか。はい。キャッチして、話をしてて、はい、忘れてて、めっちゃ話してて、はははーってシュッてやったら、コーンって飛んでた。わーってなるんですよね、あれ。あれやばいですよ、あれやばい。あれ、あれがメタルとかだった日にはやっちまったからすごい。そう、メタルだったからね、しかも。ちょっと待って。はい。いやー、あれはもうね、やらかした感すごい。やらかした感すごいですね。でもなんかね、あとね、はい、まあ、そういう系なんか多いんだけどね、はい、なんでか知んないですけど、ヨーヨー指につけてないの投げたことあった。いやー、あーもうこう、こうだったの今度こうだ。そう。もうなんか投げて、ポロンと落ちて、やべって。なんで俺指つけてないの今投げたんだっていうね、わけのわからんことしたことはある。おお、なるほど。はい、で、ヨーヨー無事だったんですか、それは。まあまあ、幸いね、比較的俺、床が柔らかいところで、その当時練習してたのと。ああ、よかったですね。なんかね、2009年ぐらいだったかな。2009年ぐらいだったんで、はい、あったんですよ。ああ、なるほど。もう確認をしろってわけじゃないですけど、まあ、注意はしなきゃいけないですね。はい、はい、なんかある？ですね、かなり危険な、そういうことが一回ありました。おお、なるほど。はい。っていうのは本当に冗談じゃなくて本当に危なかったんでして、はい。その当時僕は2008年かな。はい、はい。2008年の CJ と JN の間。なるほど。はい。アジアン888で、おお。僕はブレンチストを練習してました。なるほど。はい、忘れもしない。はい。赤と金だったんですけど、金のね、はい、一色にして練習したんですよ。はい。それでですね、はい。こっち向けの放送でブレンティストを練習してて、はい、でその当時三重県のとある公民館で練習してて、でまあ大人も何人かいるけど子供も何人かいたんです。なるほど。で結構みんな真面目に練習してて、はい、僕も真面目に練習してたんです、はい、でふっとこうやって放送でブレンティストを投げたら、はい、子供の
目線の高さでヨーヨーがパーンと飛んでいって、うわーやっちまったと思って、飛んだ瞬間やっちまったって思ったけど、はい、そのまま壁に激突してくれて、とりあえず。なんとか事なきを得たやつ。事なきを得た。子供の目線だっていうのは、子供がそばにいたから子供の目線だったのが分かったんで、めっちゃ怖かったです。はい、確かにね、はい、なんかほんまになんか一瞬走馬灯のように見えるやつやな。そうですね、あ、終わったかも俺の人生。その瞬間なんか当たってやばい的なことをものすごい長さ考えれる。そうですね、いろんなこと考えるんですよ。いろんなパターンを考えて、でも本当に当たらなくてホッとしたんですけど、やっぱ練習ね、集中してるのもいいんですけど、はい、やっぱ集中っていうのをもっと広い意味にとって、まあ、やっぱヨーヨーの状態とか、はい、自分のコンディションとか、そういうのもちゃんと集中して感じ取ってもらわないと、把握できるようにね、はい、ならないんだなーって。確かに確かに、はい、そういうのあるんですね。あの、イチロー選手の名言に、僕が怪我しないのは全力を尽くしてるんだとあるんですけど、はい、あ、でもその全力ってやっぱそういう広い意味で取んなきゃダメなんだな。そうですね、はい、夢中になりすぎて怪我をするのはやっぱりこうなりすぎっていうことなんですね。そうですね、はい、意味で、はい、取られるっていうのは大事なんだろうなと。はい、というので、ちょっとあの本当にあの、まあ、ストリングの最近丈夫になってるとはいえ、ポリエステル自体は摩擦に弱い繊維なんですよ。ああ、なるほど。まあ、よくね、はい、あの、この膝を擦ったらすぐ穴開くじゃないですか。それと同じです。なるほど。はい、そんな感じですぐ結構やっぱ切れるタイミングってやっぱあるので、僕はこの練習中にパンと切れました、一回。あ、マジか。はい。しかもあの本当にあの、絡まった糸をパッてほどくっていう動作で、なんか知んないけど、シュワッて切れて、人生で初めてだったんですけど、この15年ぐらいやってたスノースで初めて、まさに糸が切れた時に切れたんですけど、やっぱ切れることあるんです。そうですね、切れることあります。そうですね、はい。注意しないと、ただその切れるタイミングって思いっきりバーンって投げたとか、はいはいはい、やっぱ意図的に摩擦した瞬間とかだったんで、なるほど、注意すれば避けれることなんで、はい、確かにね、はいはい。そういうことにならないように、そうですね、ぜひ皆さんも注意していただきたいと思います。はい。はい、というわけで、だいぶシリアスな話になってしまいましたが。そうですね。はい。そんな経験がありましたと。はい。気をつけていきましょう。はい。はい。それでは、続いてもですね。はい。はい、ペンネーム、リンクさんですね。はい。はい、大塚さん、シーナさん、こんばんは。去年の12月なんですが、大掃除をしていると、押し入れから昔遊んでいたハイパーヨーが出てきました。おステルスレイダーやファイアボールなど、とても懐かしく、それがきっかけでヨーヨーにしました。はい。最近のヨーヨーは昔と違って、こんなにもあるのか、とても驚かされています。ところでヨーヨーを振っている時ももちろん楽しいんですが、今はたくさんのヨーヨーがあり、集めて眺めているだけでも楽しいです。毎晩お酒を飲みながらヨーヨーを眺めるのが日課になっています。できることならクラウンを全種集めたいのですが、そんなこともなく。そこで質問なのですが、配色が綺麗だったり、お手頃でいろいろなカラーがあるヨーヨーなどコレクションするにおすすめなヨーヨーはありますか？ぜひ教えてください。よろしくお願いしますと。なるほど。いうことで、はい、はい、復帰された方ですか？そうですね、復帰された方ですね。去年の12月、はい、2ヶ月前ですね。最近ですね。はい。まあ、大掃除してたらたまたまね、はい、いや、これはね、はい、あると思うんですよ。はい、まあ、やっぱ、もちろんね、一緒に忙しくなったりとか、はい、受験とかで、はい、今いろいろやったらダメだから、はい、隠しておこうって、そしたらそのまんま、はい、忙しくて、受かった後もやっぱり忙しいんですよ。はい、そのまんま高校生活とか大学生活に入って、はい、まだまだの間、ヨーヨーやると忘れてて、気づけばあんまりだったんだけど、ある日部屋を買って、パッと、はい、バーッと思ってまた復帰したっていう方が結構ね、そういう気になりしますんで。はい。なんで、まあ、すごいね、やっぱなくなった、やらなくなったとか、使わなくなったヨーヨーも、まあ、1個ぐらいね、はい、自分でも忘れるだろうっていうところに忍ばせておくのはね、はい。わあ、懐かしいな、このヨーヨーって、ぜひ思ってほしい。そうですね。もう、どんだけ嫌なことだって言われたって思っても、1個だけ残してる。はい。1個だけなんかね、こそっと言って、もう、そういう、その当時、わあって思ってたことが、その瞬間、どうでもよくなりますからね。そうですね。はい。あとなくなると。はい、その時にわーってやって、またヨーヨーのね、道戻ってきてほしいなと。そうですね、思いますんで。まあ、っていうのはまあ、その話で。はい。はい、本題に入りましょう。そうですね。はい。はい、いろいろ集めがいのあるヨーヨー。集めがいのあるヨーヨー。はい。まあ、そうですね。まあ、絡まりが多いのは、集めがいがあるって言いますけども。そうですね。結構、個人的にはアシュルカメライトとかも綺麗に集めがいがある。ああ、そうですね。アシュルカメライトはだいぶ集めがいありますね。そうですね。はい、まあ、やっぱカラーが綺麗で、並べたら絵になるって言ったら、スピードホイック。そうですね。はい。タイになりますよね。そうですね。こう、多分ね、結構、プライオンが多いと思うんですよ、それでは。そうですね。はい、やっぱ、安価で集めやすいっていうのもありますし、はい。はい、本当はプライオンって、絡まりをいっぱい出すって難しいことですよね。はい、まあ、メタルの方絡まりっていっぱい出しやすいんですよ。はい。ただ、やっぱ、プラって大量に作るから、はい、いろんな色を大量に出してくれることも多いので、はい。はい。なんで、大きいところなんかはね、プライオンめちゃめちゃいろんな絡まり出してる。それこそプロトスターとかもね、そうですね、新色合わせたら結構なりありますし、はい、リンクテン80も
ね、はい、すでに10色近くありますし、はい、それこそ色数で言ったらね、もうこれですよ。ああ、もうクラシックは集め買いっていうよりはぐらいの。そうですね。もう今から全部集めきるのは困難なんですけど、ね、今から集めてもすごい数のクラシックが出るぐらいで、ね、はい。クラシックって今30色ぐらいあるんですかね。ありますかね。うちのページをご覧いただくと分かるんですが。そうですね。はい。あのクラシックが出るまでね、色数が一番多いようやプロヨだったんですけど。プロだったんですが、ただね、あの、まあ、プラでバッと一気に更新しちゃいまして、現在の記録更新中で色が出ているというのはクラシックですね。クラシックですね。はい。なんで、まあ、クラシックは結構多いですけど、そうですね。あと、個人的にはね、はい、ルミナスとかは、集めるのはともかく並べてたら綺麗です。そうですね。はい、集めるって今、なんか4色、まあ、イルミナとかありますけど。そうですね、合わせれば十何色ですが、まあ、プラン全色集めるぐらい困難な金額にはなっちゃうんで、そうですね、はい、ですが、なんかちょっとだけあってもやっぱり綺麗で絵になるっていう、そうですね、すごいな、それこそ一個ずつの絵になりますよ、そうですね、なんかあれだったらね、はい、やっぱりよく最近、まあ、結構よく聞くのは、はい、まあ、あのやっぱりループ1080全色集めてる、ああはいはい、なるほど、はい、最近だとやっぱあとスピードポリックですよね、もう完全に。そうですね。はい。そのループテンティとか、あの、高田修選手がね、修ちゃん本人、高田修選手が自分で写真をバーって上げたりとかして、あれ、そう感じしたね。そうですね。はい。ああいう写真を俺も黒んであげる。上げた方がいいんじゃないああいうのは。ああ、ちょっと、ちょっといいカメラをね、ちょっと店長か。そうですね。社長が借りて、はい。ちょっといつか撮ってみたいと思います。あとはね、あの、まあ、もちろんです、ヨーヨー縛りじゃなくて、はい、例えばですけど、あの、まあ、あの海外の方でね、はい、あの、よくあるあ、たまにいるんですが、グローだけを冷やさせる。いますね。はい。グローのヨーヨーだったら世界中どんなヨーヨーでも買うみたいな。そうですね。でもう部屋中グローのヨーヨーなんですよ、はい。そういうテーマ縛りも結構面白いと思う。そうですね。あ、結構あの社長がクリアブルーが好きで。ああ、はい、そうですね、はいはい。クリアブルーと聞いたら、あ、これ欲しいって言ったそうですね。はい。まず定番はやっぱりフリーハンドですかね。ああ、フリーハンドなの FH0 ですね。そうですね。はい。はい、FH0、あ、こういうふうにキャップがやっぱバラバラになるんで、はい、あの、レアキャップとかあるんですよ。そうですね。はい。あの、もう、ある一定の年代のフリーハンドにちょっとだけ搭載されてたキャップとかカラーとか、そうですね。あるラロゴだったりとか、はい、っていうのがいっぱいあるんで、はい、そういうのをもう、あの、ミー君も持ってるんですけど、ジップロックに山ほど集めてるね。そうですね。ボディカラーと、はい、そのキャップを全部バラッバラで入れてて、はい、もう好きな色をカスタマイズして、もう置いてるみたいな。ね、そうですね。はい、僕僕からそれお見合いって呼んでるんですそう、ケリーが言ってたお見合いね。そう、ディーボディとイキャップが出会うこのお見合いって言うんですけど。で、なんかね、あの、友達のとやるやつは婚活みたいなね。そうですね。わかります、わかります。っていうのはやっぱ面白いんでね。そういうのも一個あったりするかな。そうですね。そのあたりに。方も綺麗ですしね。そうですね。まあ、そのフリーハンドなら他のキャップとかにも応用が効きますから。そうですね。はい。メタルはね、やっぱどうしてもね、はい、クラウンもすごい綺麗ですし、でも新スリーでスプラッシュがすごい綺麗なんでね。はい。集めたくなる気持ちはやっぱりわかる。そうですね。はい。集めたくなりますよ。はい。はい、集まってる方、とてもそう。ただ、普通になかなかね、集めれる人はね、まあ、いないです。いっぱいいるとは言えないですね。はい。もちろんね、集めてくださってる方もいるんですが、はい。はい。みんなが集めれるとまではやっぱりね、そうですね。さすが難しいと思うんで、はい。はい。まあ、なんかこう、何かしら自分なりにこう、使うんじゃなくても飾るんだって、はい、逆にこう、思い切ったら、はい、まあ、それもスピードホリックくらいの値段のやつだったら、はい、もうとりあえず飾ってみるよ、みたいな鑑賞用。そうですね。いうのはね、集めやすいんじゃないかな、気持ち的にもって思ったりしますね。そうですね。はい。まあ、あと、もうパッと見せてたんですけど、コカ・コーラのね、年代物とかも。なるほどね。はい。1020と3040と567と5種類ありますね。はい、そういうね、パッと型が決まってるものを集めるのも面白いですね。はい。まあ、あとまあ、あとはもう。シルバーバレットセット。ああ、一番大物出たね。そうですね。まあ、コレクタブルで言ったら、うちでナンバーワンのシルバーウェザーのパッて目入っちゃったんであれですけど、ね、まあ、完全に歴史を感じるようです、ね。ですね。7万5000円のヨーヨーがありました。お金がないっていうね、状態で集めるっていうものには、不適切というか、まあ、完全に全く外れたものなんですけど、はい、まあ、あとはやっぱり飾り方でしょうね。ああ、なるほど、はい。同じ集めるでも、例えばケースにこだわって。こういう形で、こういう形で映ってますけど。はい。まあ、あとはなんかね、それこそなんか、そのお酒を飲むとき眺めたい、その瞬間だけっていうことにしたら、はい、間接照明当ててみるとかね。そうですね。なんかそういうね、綺麗に見せて、それを見て満足するっていうね、すごい、な本当にいい趣味だと思いますんで、はい。はい。それをこう、いかに演出できるかっていうのに凝ってみる。写真撮るとかすごいですね、そしたら。そうですね。そういうのを写真に収めて、はい、それをこう、今日はこういう感じで並べてますとか。はい。非常に面白いなと思うんで、はい。はい、ぜひね、なんかこう、面白い。テーマが決まりました。教えていただきたいなと思います。はい。はい。
ろしくお願いします。さあ、そして最後のお便りですね。はい。はい、ペンネーム AE さんですね。はい。はい。いつも楽しく見ています。今回は質問があり、お便りを送らさせていただきました。私は去年の夏、約15年ぶりにヨーヨーに触り、再び熱中している、いわゆる浮き組です。はい。最初はハイパーヨーヨーのハイパーコメットから入り、いろいろな種類のヨーヨーに触れた後、今ではフルメタルのヨーヨーを使用しています。おー。さて、本題です。最近ヨーヨーを振った時に、中指の第二関節に違和感を感じるようになりました。おー。まだ痛くはないので振ることはできるのですが、このまま振り続けても大丈夫なのかとても心配です。お二方はこのようなことありましたか、もしありますのでどうしたかお話をお聞きしたいです、よろしくお願いします。なるほど。いうことですね。まあそうですね、違和感、違和感、違和感はまあまあ なかったかと言われると多分あったことはあったんだ。まあ僕なんか、はい、小学校からずっとやってるんで、はい、中指で一番最初に違和感を感じる場所だったんです。そうですね、まあ、一番締め付けとかね、はい、で最近のヨーヨーってパワーもあるんで、はい、投げ方によっては結構引っ張られると思うんですよね、はい、あ、そうですね、はい、なんで、まあ、一応ですね、はい、まあ、一応そのお医者さんに相談してもらうとかした方が安心は安心ですよね、はい、そうです、絶対大丈夫とは言えないです。だから確かに言われてみれば、はい、確かに投げ方が僕ら結構もう慣れたら人差し指で引っ掛けるんで、はい、中指の負担結構少ないんですけど、はい、やっぱ中指の投げ方によっては重いヨーヨーで引っ張られ続けると、そうです、まあ、関節痛めることもあるので、はい、まあ、ぜひね、ちょっと大事にしていただきたいなと思います。はい。まあ、ちょっと大げさなんですけど、なんならちょっと病院に行ってみてもいいんじゃないかなと思います、ね、はい。特にね、気づかずに、はい、まあ、中指じゃなくて、肘とかですけど、はい、やっぱりこう、なんか調子悪いなと思って、はい、まあ、病院に行ったら、はいはい、このまんま同じペースでずっとやってると、はい、手術が必要だよって言われた選手になったり。おー、結果その選手は手術するようになったんですけど、はい、まあ、っていうケースがあって、まあ、実際手術した選手もいますし、はい、リハビリちょっと大変だったとか、はい、っていう、まあ、もちろんね、ヨーヨーってね、すごい楽しいっていう側面もありますけど、はい、逆にやっぱり、まあ、今のね、はい、ヨーヨースポーツにだいぶ入ってきてますんで、はい、しっかりね、柔軟とかしてもらった方が安心して、ヨーヨー楽しめるのかなと。はい、そうですね。それこそ世界チャンピオンクラスの選手でも、やっぱり指は疲労骨折した感じもありますからね。ああ、それは危ないね。まあ、怖いもんですよ。肩を壊したっていう選手もいますし、なんか、ね、結構、怪我しちゃう時って突然だったりしますけど、やっぱり予防できるうちはしたいですからね。あと逆にこう、ヨーヨーって、まあやっぱり趣味ベースで始めるじゃないですか。はい、もちろん。もちろん楽しいからやるのがベースだと思うんで、はい、まあ、パッとで乗ってサッとできる気軽さっていうのは魅力もあると思うんですよね、はい、ただそのまんま同じトーンでずっとやってるとだんだん自分の腕が上がってきて、はい、気づけば結構なスキルになってるとか、はいはい、まあ、あとまあ変な癖とかもあるかもしれないですけど、はい、気づかないうちに本当にスポーティーな動きをしてることって多いんですよね。そうですね。で、はい、普通って言ったらですけど、やっぱスポーツする前柔軟とか準備運動あるじゃないですか、はい、やっぱヨーヨートップの選手でもそういうの全くなしで練習してる選手がいたりするわけですよ、はい、はい、やっぱこう今ここまでヨーヨーが進化した以上、はい、ある程度準備運動あってもいいのかなっていうのがね、あったりしますね。そうですね。はい。それこそ結構復帰組の方だと、うん、僕が復帰した当初、ね、2003年頃からそうだったんですけど、うん、ヨーヨーの重さの基準がガラッと変わってるんで、あ、確かに、昔 50g ちょっとだったんですけど、はいはいはい、今 65g から 70g、はい、これ15g ぐらい差だと思うんですけど、はい、でも振ってみると、本当にキロ単位で違うんじゃないかっていうぐらい、まあね、違うんで、はい、やっぱりこう、一回測ってみたんですよね、はい。瞬間的にどんぐらいの負荷がこの指にかかってるのか。あ、指に何 G かかってるか的な。この 70g のヨーヨーを振ると何かける何で、はい、強スローした場合、はい、何十キロの負荷がかかるとかの可能性も十分あると思うんですよ、ね。そうです。あ、それを思ったらね、はい、やっぱりちょっと大事にしてもらうのもあれなのかな。はい、まあ、あと、まあ、おすすめはやっぱり中指だけで引っ張られないように、はい、手足指をかましてみたりとか。そうですね。まあ、はい、あとはやっぱり緩く投げるっていうのもね、一個だと思う。そうですね。はい、最近のヨーヨーよく回りますね。そうですね。はい、優しく投げても結構ね、しっかり回ると思いますし、はい、優しく投げた方が正確なコントロールが身につくっていうこともありますんでね。はい、いい機会だと思って、こういろんなのを試してみてもらうのがいいかなと。そうですね。いたします。そして、まあ、僕はやっぱ、そこはすごい、お話したからですけど、もっとね、はい、復帰された方からのお便りが結構多い。そうですね。はい、最近ヨーヨーを始めたみたいな。この1個前読んだ、はい、ですね、リンクさん、そしてリンクさんも復帰されたという、そうですね、ね、はい、はい、で結構ね、最近ヨーヨー始めた方多いんですよ。そうですね、はい、ぜひこの話したいなと思ったんですけど、はい、まあ、もちろん注文とかも僕ら把握しているんじゃないですか、はい、もちろんご注文あったらそれをもちろん確認してるんで、はい、初心者向けって僕らも立ってるヨーヨーがすごいよく売れるんですよ。そうですね、はい、まあ、それこそパスコ201とかもそうですし、はい、まあ、クロスドラゴンとか、
か、はい、まあ、うちはセットとかもあるんで、例えばアトムのセットなんかもすごいよく、はい、買っていただけるんですけど、あのヨーヨーを完全にそれで初めて始めたみたいなのが、はい、毎日何件か絶対あるんですよね。そうですね。はい。で、まあ、多い時はもう何件もそれが続いたりとかしますんで、はいはい、ちょうど入れ替えじゃないですけど、はい、やっぱ定期的に、はい、まあ、なんとなくヨーヨー始める方って多いのかな、みたいな、はい、まあ、シンクロニシティみたいな。そうですね。はい、僕が今使いたかったワードナンバーワンだったんですけど、はい、まあ、まあ、同時多発的にね、ヨーヨーを何かのきっかけにふっと始めようみたいな。そうですね。それが同時期に全く関係ない人としてこう、そう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 、なんかそういうことってさあるんだなと思いながら、なんか大きく何かがあったわけでも多分ないですし、はい、あの、いや店頭でも初めてだからすごいです最近。そうですね。ああ、なんか今まで全然見たことない方が、あの、最近何かのきっかけで復帰したって、まあ、それこそなんか女性の方も多いですし、はい、あの、男性の方も多いですし、まあ、はい、もちろん子供の方も多いですけど、あとお年を召した方が、そう、あの、はい、ね、本当にあの、もう40、50、60と、はい、はい、非常にね、高齢の方もね、そうなんです、ね、楽しんでやってくださって、はい、はい、お孫さんと楽しんでやってくださってらしくて、ね、この間お孫さんにループ360取られたと言ってました、ね。あ、あの、あれは、あるあるですよね。そうですね。あ、お子さんにヨーヨー取られるんでね。それだから色違いに一緒の吉田が遊ぶと、わかりましたよ、僕ですよ。はい。だからなんかこう、ヨーヨーが、でもきっかけもバラバラなんですよね、聞いたら。はいはい、あの、何かのきっかけでヨーヨーが今流行ってきだして、はい、何かがあって、同じテレビ番号を見てみんなヨーヨー始めたとかじゃなさそうなんですよ、ね。そうですね。聞いてると。それこそお便りの方もそうなんですよね。はい、あの、教えから復帰したっていう方とか、はい、単純に去年の夏15年ぶりにね、はい、復帰したっていう方もいると。そうですね。なんか、はい、別にこれは何か外的要因があったわけじゃないんじゃないかなと思うんですよ、ね。そう。なんで、はい、やっぱりヨーヨーって、もう結構文化として根付き出してる部分があるのかなと思うんですよね。そうですね。何にもなくても、はい、ふっとヨーヨーを始めれるとか、何もなくてもふっとヨーヨーやってみようって思えるっていう環境がだいぶ整備されてきたっていうのはね、なんとなく思いますね。皆さんがヨーヨーをリワインドできる環境になってきたということですね。あー、もうドヤ顔。いやー、だってさっきもなんかいいこと言ったから、はい、まあ、シンクロニシティって言っちゃったしね。そうですね。はい、俺も取ろうと思って。まあ、そうですね。なんでやっぱりね、この文化をね、やっぱ絶やさずにもっと広げていきたいなと思いますし、そうですね。やっぱりもちろんね、みんながヨーヨーハマってくださったりとか、はい、ヨーヨーでいろんな趣味を覚えていただくっていうことにも提供していきたいですけど、はい、やっぱそれ以上にね、ふっと始めたいと思った時に、はい、誰でもいつでもどこででも始めれる環境を作りたいとか、ね、そうですね、はい、やっぱ思いますしね、はい、もちろん、リアル的にはネットで、はいはい、そういう活動を主に行ってますけど、はい、できればね、オフラインでかかったりとか、ね、実際にそのいろんな場所に行ったりとか、はいはい、実際にね、たまたま会った子にヨーヨーを教えたりとか、はい、そういうこともどんどんやっていきたいなと思ってるんでね、はい、はい、ぜひね、皆様一緒にね、ユースをやっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい。というわけで、本日以上ですね。はい。はい。というわけでね、最後にもう一度告知だけさせてください。はい。はい、C3 ヨーヨーデザインですね。オリジナル iPhone ケース。はい、こちらの方は締め切りが明日？明後日？明後日の真夜中ですね。明後日の24時です。14日の24時ですね。はい。24時までとなってますので、はい。ぜひお忘れなくお願いします。はい、そしてステッカープレゼント現在までやってますけど、28日までとなってますんで、そうですね。はい、もしも忘れずに、ぜひ、お越しいただければなと思います。はい。はい、そして EYYC 予想キャンペーン、こちらの方始まってます。はい、2月1日以降の、注文番号で、はい、参加できますので、はい。ぜひね、こちらの方22時まで、1週間ぐらいかな、はい、投票期間になってますので、はい、ぜひね、これをきっかけに、知らない方はヨーロッパの選手を知っていただくっていう。にもやってほしいですし、はいはい、逆にね、知ってる方は去年全然知らなかった選手と違って、はい、もう余計知ってるわけですからね、はいはい、より熱を入れて見ることができるんじゃないかなと思います、はい、そして週末ウエストジャパンヨーコンテスト、はいはい、こちらの方行われます、はい、物販ブースをね出展しますし、はい、僕も頑張って出ますので、はいはい、ぜひ皆さん応援していただけたらなと思います。ありがとうございます、はい、で受け取りもできますんでね、はい、で気になってるヨーヨーがあったらご連絡いただければ、はいはい、ご注文いただければ持っていきますし、このヨーヨー見たいんだけどって言ってもらって、もし持っていける状態だったら持っていきますんで、そうですね、ぜひね、お気軽にお問い合わせいただけたらなと思います、はい、そしてヨーヨーファクトリーのデッドストック、はい、こちらの方の商品もね、まだ現在あるものもありますので、はい、はい、なくなったらもう入ってこない可能性もありますんでね、はい、もうラストチャンスだと思って気になるのがあった方はぜひ忘れずにゲットしていただけたらなと思います。はい、はい、というわけで本日以上ですね。はい、はい、今回はちょっとね、いろいろありましたんで、はい、長くなってしまいましたが、はい、ぜひね、次回は2月かな、このまま行くと26日ですね。か、はい、26日ですね、はい、その頃には EYYC の、ね、予想キャンペーンの結果発表とかできると思いますし、そうですね、それこそ EYYC でね、もしかしたらまた
ね、限定ヨーヨーだったりとか、そうですね、かもしれないですからね。はい、去年は何が出た？違う、スピンホリックじゃないわ。アルパクラッシュは、ポティモクラッシュの次の。いやいや、ノビテーションです、ね。あ、ノビテーションか。はい、はい、はいはい。C3 が結構 ね、その前バーサーカーだったりとか、そうですね、したんですよね。はい、はい、メンバーもね、活躍したりとかしてますからね、ヨーヨー。そうですね。はい、ピーター選手が優勝したの12年ですもんね。ですね。はい、はい、でも今年もすでにね、EOIC のロゴが入った、レベル6の写真が、はい。上がってる。はい、Facebook の方で公開されたりします。なるほど。はい。すごいですよ。かっこいいですよ。はい。ぜひね、こちらの方も、はい、もちろん流化していきたいなと思ってますんで、はい、ぜひ注目していただけたらなと思います。はい。はい、というわけで、今回以上ですね。はい。なので、またぜひ、ウエストジャパンに来られる方はウエストジャパンで、そしてそうじゃない方は26日。26日ですね。はい、26日のリワンで TV でお会いしましょう。それでは皆さん、最後までありがとうございました。さよなら。さよなら。